だ姫、先輩に連行してくれ。了解しました。Let's go。世田谷区にある大倉三丁目の坂。この山道もまた実に走りたくなる坂である。山登りでは無駄な力を使わず効率的に体力を使うことが大事。山岳救助に携わる者はその技術を習得するため常日頃から努力を怠らない。そしてマツダも開発者の努力があり世界一の圧縮比を達成。全世界全車種平均で 30% の燃費向上を目指しついに新技術を開発した。マツダスカイアクティブテクノロジー、従来のガソリン車の枠を超えた性能の高さを実現。ハイブリッドなしでリッター30キロという燃費と走行性能の向上という2つの相反する性能をブレイクスルー。そんな画期的なエコカーとしてスカイアクティブ搭載のデミオが発売予定。無駄をなくす、それがこれからの未来を生き抜くキーワードなのです。大丈夫ですか？